たまに <laughs>。年に一度とか。たまーに。ゲームやるぐらいでいいんじゃないいい加減に母親に四次を見せてやってくれ。絶対喜ぶから。<laughs> <laughs> ああガッ おーちすまない母さん諦めてくれ母さんも諦めてくれ妹に期待してくれ孫は孫は妹に期待してくれひつまぶし送るから勘弁してくれさかちゃん俺芋娘いるけどめっちゃ可愛いよ り前だバカお前。それでお前可愛くないなんて言ったらお前を許さんぞ。自分の息子娘は一番世界で一番可愛い。とあるべきだし。そうでなければいけない。そうあるべきだ。それでいい。坂ちゃんに子供ができたらお母さんはジーンとなるよ。ああ あ母ちゃん <laughs> 母ちゃん,母さんすいません母さんこの前洗濯棒の中になんかいやーめた <laughs> いやーめピまた別の機会に言うことしよう。残業はまた今度 ンギはまた今度シロマリモかいやだから僕はもうないのよシロマリモとかが作れない生産ネタが一つ減ったって長岡に投げかれるぐらいなくなってしまった残念ながらただその負け惜しみではないけど負け惜しみではないけど僕はその性欲があった時の 僕、あんま好きじゃないんだよね。ね、負け惜しみ、負け惜しみかもしれないけど。え <laughs>、んかその、怠惰な生活している僕、嫌いなんだよね、自分で。飯を好きなだけ食ったり、好きなだけ、なんか、ダミーを貪さぼったり、好きなだけエッチな動画を見て、なんか、オナニーをしたりする自分が死ぬほど嫌いなわ。<laughs> キモいと思ってる。 それだったらなんか今、ちょっとでも頑張ってる自分の方が好きだわ。っていう話。なんかね、そう。怠惰な自分は大っ嫌いだわ。で、自分で自分のこと嫌いになったらやっぱおしまいよ。救われないもん。なんとなく。だからなんか、自分で自分がそういう自分は嫌いだから、その怠惰な生活をしてても、どっか楽しくないし、まあ楽しくはないわな。 満たされないし、どんどん落ちてくんだよね。ちょっとはいいかも。一週間ぐらいあったらいいかも。うんこちゃんなんてオナニー部屋あるんだぞ。あるわけねえだろ <laughs> 結婚してそんな部屋あったらダメでしょあるわけないだろつい <laughs> ネタだって。つ <laughs> いな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 い。ネタ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 ,ネタ。 放送のネタだって <laughs> そ書斎書斎書斎 <laughs> そんな部屋作るのってもっと別の部屋作るんだけダメだね <laughs> いやまあ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 君たちは元気にやってください まあ、何はともあれ、今の自分を肯定的に見ることが元気に生きる秘訣だよね。何はともあれ、こうなってしまった自分を、そこがなろう系に繋がってる。やっぱそうだ。どうあれ、自分を肯定的にやって、そう、生き返すみたいなのが今は受けるな。そうありましょう。なんか無理やりオチに繋げたけど。 そうありたいって感じで、今日の朝活終わりですか